取り付けがめっちゃ簡単。モニターの上にさっと乗っけるだけ。こちら無線リモコンがついたモニターライト、クンティス L206 プロ、とてもおすすめでございます。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よースタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちら、この動画を見ると、クンティスモニターライトを導入することで、リアルに手に入る視点にフォーカスさせた動画となっております。最後までご覧ください。まずはじめに、モニターライトとは何やねん。はい、簡単に説明します。パソコンのモニターの上に、ホイッと設置するだけで、モニターに光が反射することなく、手元周辺をお好みの明るさ、4度にさっと照らしてくれるライトとなっております。この手元以外にも、デスクにですね、こういったデスクライトをポンと置くと、スペースが取られてしまうんですけども、モニターライトの上にかけるだけですので、デスクスペースをスペースで利用できるという点、そして見た目がおしゃれという部分もモニターライトの特徴となっております。実は監督ですね、過去に2度ほどこのモニターライトというものを紹介しております。ただ今回はですね、見てお分かりの通り、ここ、はい、なんと無線リモコン、こちらが付いているタイプとなっております。それがクンティス L206 プロモニターライトです。はい、では早速ですね、順番に紹介していきたいと思います。開けていきたいと思います。こちらでございます。超シンプルですね。梱包がめちゃくちゃ丁寧。まずはこちら、取説。これ熱いんですけども、最後の方に日本語表記で簡単な説明が載っております。Type-C、USB ケーブル、六角レンチが2つ、調整カバーが2つ、アルカリ電池。はい、こちら、厳重に包装されております。はい、本体。おー、以前のものよりも結構ずっしりしてますね。モニターライトでございます。そしてお待ちかね。無線リモコン。思っていたよりも軽いです。こちらのひづく型の重りでバランスを取ります。そしてこの部分、モニターを引っ掛けます。この2つのクリップで、ここの幅ですね、この小さいものをつけて、ここを狭くしてこうガチャッと乗せるだけ。本当に簡単です。で、あとですね、ここの2つなんですけども、爪で割ると、はい、こんな感じでですね、こういった面が出ますので、ここをこの六角レンチで締めることによって、自分のモニターに合わせた調整が可能となっております。本体を見ますと、見た目は黒一色、スリムで洗練されたデザインで、モニターとの親和性は最高。電源はこちら、付属の Type-C USB ケーブル、 Type-C の部分、ここの本体につけます。そして、パソコン本体の USB 端子に差し込むだけです。別途、コンセントなどに繋げる必要はございません。直接、パソコンから給電します。この USB はですね、1.8 メートルあります。結構長いです。こちら、明かりは自然光に近い明るさ、色合い。一般的に太陽の下の光では RA100 なんですが、こちら、それにかなり近い光炎色照明 RA95 のため、自然な鮮やかさが表現できます。これによって、オンライン会議やリモート会議でも肌色が美しく見えます。ライトは、電池入れたいと思います。電池の入れ方、ここですね、くぼみがあるので、押すと開きます。このような形入れていきます。こちら磁石がついていますので、ピチッとつけます。押します。おお、あー、いいですね。こちら暖色、寒色で、この明かりなんですけども、ちらつき、眩しさを抑えた設計。長時間の使用でも目の疲れを低減するアイテクノロジーが搭載されており、目に優しい仕様となっております。反射光が抑えられ、スクリーンが見やすい。光が目に入らないような設計になっているため、液晶からの反射光の光が限りなくゼロです。こちら無線リモコンについて、操作は4つ。このスイッチを押す、オン、オフ。そして、ここ、上の部分を、ホイールを回す部分。そして、この横を回す部分。3つございます。あとは、こちらを長押しだったり、2回タッチというものがございます。このタッチとホイール、こちらによって直感的な操作が可能です。この操作はですね、上の部分が色温度、この横、このホイールが明るさとなっております。特にこういったカチッカチッという段階ではなく、無段階調整です。自分の好きなところに合わせてお好みで使うことができます。で、この上なんですけども、こちら1回押すことによって電源のオン、オフができます。そして2回押すことによってブルーライト点光、自動調光になります。この自動調光というのが、今使っているパソコンとモニターの環境によって、この明るさかなというものを自動的に決めてくれるものです。なので、調整がめんどくさいなって方は、この自動調光を2回、押すだけで、自分の今いる環境に合った設定に変えてくれます。ありがたい。で、このまず上の色温度なんですけども、効果としてはですね、作業なんかで本当に全集中したいっていう方はですね、寒色の冷たい色温度、こちらでございます。反対にもうリラックスしたいぞという方はですね、ここをまたね、操作しまして、はい、こちら、暖色、暖かい色。機能ですね、まだありまして、ボタンを長押します。はい。こんな感じで、ポワポワっという感じになりますと、2時間タイマー、2時間後に自動的に消灯してくれるモードになります。ついた状態で2回です。こうすることで、自動調光。今消えてます。2回押します。はい、青くなりました。ちなみにこのモニターライトなんですけども、某有名メーカーがありますが、こちらの約半額以下で購入できます。なので、鬼コスパです。購入後すぐですね、簡単にさっと取り付けることができるというメリット。今回新たに追加されました、この無線リモコンによって、もう直感的にね、監督も実際に前のタイプはボタンがあって、これでね、色とかをですね、タッチしたら暖色、寒色とか明るさとかあったんですけども、正直なところ、あまり使う場面がありませんでした。だけども、こちらで直感的なのが一番いいです。今、音声のスピーカーのこういったタイプの直感的なホイールタイプを使ってるんですけども、めちゃくちゃ音量を使います。それと同時にこの照明もですね、あ、暗いな、明るいなと思ったら調整できるという意味では、本当に多分今後めちゃくちゃ使う商品になるかと思います。はい。というわけで、いかがだったでしょうか？クンキースモニターライト L206 Pro ご紹介させていただきました。興味がある方はぜひお安く購入してみてはいかがでしょうか？このチャンネルではですね、監督が、これはね、共有したいっていうものですとか、いただいた案件動画、そういったものを中心に動画として上げております。もし興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。では、また次の動画で会いましょう。はい、速攻でつけまーす。この動画を見ると、モニターに光が